ポルシェ959はドイツの自動車メーカーポルシェが製造・販売していたスーパーカーである。当時のポルシェが持つ技術を結集した一台であった。インテリアポルシェは1970年代後半から 4WD システムの開発を進めており、1981年にスタディモデル 4WD カブリオレを製作、1983年のフランクフルトモーターショーにて、 グルッペ B が発表された。このモデルは生産者にフィードバックすべき技術のトライアルモデルとして1986年から959として限定生産された。外観からは911と差したる違いを見せない959の名を呼び声高くしたのはレースでの活躍と時代の最先端と称しても差し支えない内容を持った技術的背景にある。 当時のグループ B のホモロゲーションを取得するため200台の生産予定でスタートしたプロジェクトは予想をはるかに超えるオーダーに少しでも応えるために増産されることになり最終的には283台が生産された911と似た外見のボディであるが911と共用のパネルはない一体化されたリアフェンダー 下面全面のカバーリング、中ダクトの採用などにより CD 値0.31と空気抵抗を小さくしている。基本的にボディシェルはケブラーやガラス繊維により強化されたエポキシジュ素材をオートクレーブ加工したハイブリッド構造である。フロントフードとドアパネルには熱硬化性アルミニウム合金、バンパーは復元性に優れたガラス繊維強化ポリウレタンを使用するなど、 部959には、画期的とも言える四輪駆動システムが採用されていた。可変トルクスプリット式と呼ばれ、コンピュータ制御により、加減速、コーナリングなどの車体状況に応じ前後の駆動力配分を自動制御し、ステアリングコラムに設けられたレバースイッチにより、天候状態や路面状況により最適なモードを選択することができた。 なお、1989年に登場した、日産、スカイライン GT-R の四輪駆動システムと、ツインターボエンジンの制御は95、959を手本に、して開発されたと言われている。場所さえ確保すれば高招致である、最高速度時速3 0 0トル以上を何ら問題なく達成し、その一方で930型911を、ベースとしているので功績があるなど、 日常的な足にもなるという全く正反対の二面性を持つ車となっている。タイヤサイズはフロントが235、45から17で、リアが255、40から17だった。左ハンドル仕様のみの設計であり、右ハンドル仕様車は生産されなかった。エンジングループ C 車両である 962C に搭載していたシリンダーヘッドのみ、 水冷の半空冷式水平対向6気筒935-82型エンジンをベースに、行動での使用に耐えられる改良を加えたもの。ボアファイ 95mm ストローク 67mm で、排気量 2848cc という、中途半端の値だが、これは、将来的に参加するレースのレギュレーションを睨んでの、ことである。1気筒あたり4バルブ、圧縮比発0。 最高出力 450PS、6500rpm、トルク 51.0kgm、5500rpm。2機の KK 形成ターボチャージャーを、低、中回転時には1機のみ、高回転に差し掛かったところで2機により、下級を行う、シーケンシャル制御のツインターボで、低中回転域の実用的なトルク、レスポンスと高回転域のハイパワーを両立している。 ウルトラローを含む6速 MT。サスペンションは乗り心地優先と走行性能優先から選択できる。地上高を 120mm、150mm、180mm から選択できる。地上高を高くしたまま高速走行した場合、自動で低く変更される。この装備は軽量スポーツバージョンの場合装備されない。ポルシェがボッシュと共同開発した。 空気圧低下警告システムを備える。ボッシュマグネシウムホイールはスポークが中空になっており、二つの圧力スイッチが内蔵されている。このスイッチは走行中に高周波発生器を介して電気信号を制御装置に送り、空気圧が低い場合どの車輪の空気圧が低下しているか警告等で運転者に知らせる。タイヤはフロント235、 40VR17、リア255、40VR17、ダカールラリー仕様の959、959のプロトタイプは1983年を発表されたグループ B 車両グループ B である。すなわち世界ラリー選手権と世界耐級選手権への参加が目的であったが、グループ B の消滅で WRC への参戦ができなかった。 しかしパリ・ダカール・ラリーという舞台で輝かしい戦績を残すこととなった。最初の挑戦は1984人の953という実験的車両によるもの。これは9 3 5ィの911に開発段階の4輪駆動システムを組み合わせ、その有用性を検証することが目的だった。ノーマルの911から、 自然吸気の3.2リットル空冷エンジンを流用し、モノコックボディのトンネルに944から流用したプロペラシャフトを組み込んで4輪を駆動する。3台投入されたうちレネ・メッジ、ドミニクル・モイヌ組が総合優勝、ジャッキー・イクス、クロード・ブラッスール組が6位、ロランド・クスモール、エイリッヒ・レルナー組が28位と、ウィジンにして最高の成績を残すに至った。 1985年のパリ高には959として出走した。しかし前年型953の発展型シャシーに959、ルックのボディ、エンジンはやはり前年型を引き継いでおり、4輪、駆動システムもまだ開発段階であった。同じ年のフランクフルトモーターショーに完成形の 959? が出展されていたところから、ポルシェとしては同年中には市販する。 目論みだったのだろうが、出走した三代すべてが、トラブルにアイゴールにたどり着く前に生き返えてしまったため、その計画は見送られることとなった。1986年のパリダカには、商品証明959ベースのレード車両が、実戦投入され、圧倒的なレースを展開。レネメッジ、ドミニクルモイヌ組が、総合優勝、ジャッキー X。イクス クロード・ブラッスール組が2位とワンツーを決め、さらには、サポートカーという役割で出走していたロランド、クスモール、エイリッヒレルナー組も6位に入賞を達成、名声を決定的なものにし、これをきっかけにして、市販に踏み切られた。ルマン仕様の961、1986年のルマン24時間レースには961の名で、イムッサ GTX クラスに出走した。 パッと見は、市販車両をワイドボディにした程度にしか見えないが、エンジンには市販車の面影はなく、巨大なインタークーラーと効率重視のターボチャージャーを配置し、レーシングカーの風格を漂わせていた。天候変化の激しいことで有名なルマンにおいて、フルタイム 4WD システムの利を最大限に活かして、クラス優勝をもぎ取り、総合成績もグループシーカーに割って、 入り7いで完走を果たした。1987年にはロスマンズカラーをまとってイムッサクラスに参戦するがエンジントラブルにより炎上をリタイアし、これが961の最後のレースとなった。ありがとうございます。